とりあえずここは全員と話を聞けましたね。全員の話を。よし、次のエリアに行きましょう。確か俺次のエリアでやられたんだよね。やられたっていうか仕留められたっていうか、殺されたというか。殺されたってわけじゃないか。いやあ、お前にやられたんだよ、俺は。ここに隠れちゃダメなんだよね。で、ここになんか、あったんだよ。こっち見よう、こっち。おそらくさっきのエリアのところで今みたいな隠れ場所を見つけるんだよね。そういうことなんだよね。で、ここのエリアにも地球人がいるんだね。どうするんだろうね。一日工場長だから、また入れるのかな、ここのエリアには。多分ここのエリアじゃないと中できませんよね。それがちょっと心配なんだけど。うわ、明らかにこれ夜とか出てくるパターンじゃない？ってことはやっぱり隠れる必要があるんだ。こっちの人たちはね、ノータッチだったよね。スペシャル休暇って本当にあるのかな？あるんじゃないの？あるんじゃないんです？スペシャル休暇って本当にスペシャルなのかな？まあ、とりあえず一通りは話は聞いてみたもののって感じなんだよね。よし、次のエリア行きましょう。次は取り壊し中の工場へ案内します。ここからはもう完全に未知の領域ですよね。2回目以降も来れたりするかな。来れればいいんだけどね。何も問題ないんだけど。ガードマン多分喋ってること同じだと思うんで、こっち優先していこう。おお、おめでとう係長。だけど出世して何になるんでしょう、それ。それを言ってはみたいな。あ、穴見つけたよ。大変ですなぁ。見つけたよ。このエリアにもあるんだね。いるんだね。とりあえず二人いるってことが分かったなぁ。あとは、お昼時に風船乗った地中人らしき人物がいるっていうのも分かってますね。完全に工場の外っていうか、家の前あたりに。いるんだけど、メカヨジラ。機械の体じゃダメですか？でもなんとなくな。夜とかに出てきそうだよね。隠れる必要あるんだろうな、きっと。で、できるだけ会話をたくさん聞いておきたい。まあいろんな生き方あるもんね。いいんじゃないんです、それぞれの人生があるんですよ。金庫は564番のセクションにあるんです。金庫ってどういうこと？この564ってなんかメモっといた方が良さそうじゃない？ちょっとメモっとこう。よし、メモった。メモりました。実際問題、番号知ってても、これもまた、夜に侵入っていう感じなのかな。やっぱ隠れるとか。あ、やべ、乗っちゃった。話しかけれるかな。これ絶対ダメージ受けるよね。前なんか立ったら。うわー、話しかけれなかった。まあ行きますか、次のエリア。
で、このエリアは、またどんどん話を聞いていこう。ほう、新しい工場なんだね。頑張ってね。あれ、同じ人？じゃあこっちか。いや、そっちじゃないんだ。君じゃないんだ。3回目だよね。役者歌手か。もうすぐ定年です。あんなにたくさんいた同期の仲間も今じゃ数える程度です。とりあえず探索できそうなところをどんどんと探索しておきたい感じはするんですが。やばい。まさかセーブできるみたいな感じでちょっと。ちょっと、ダメ。ここ隠れ場所なんだね、とりあえず。わかった。ここは多分ガード硬いからダメなところだよね。やっと人生振り返る余裕ができました。いつかこの、新地にも。マジか、全然話しかけれなかったな。今日はもうここまで。ってことは、このエリアまでなんだね。了解。で、問題は、またここに入れるのかっていうことだよね。何度でも入れる場所なのかってことですよね。まあ、とりあえず、お手紙は預かっておりますので、そのお手紙関連で一回入れるかなぐらいのような気がする。チャンスがあっても。謎は深いな。謎は深いな。で、このエリアで着替えるんですね。ハイテクだよね。で、なんかここに手洗い場がありました。多分使っちゃったから回復はしないかな。まあ、とりあえずじゃあ、一回出とこうか。持ってんじゃん。持ってるってことは使えるのかな、また。ってことでいいのかな？への手紙。これを持ってくんだよね、次は。行っちゃったんだけど、ちょうど行っちゃったんだけど。本読んで過ごすか？お、ってことは？あ、これ何回でもできるんだ。まあ、今日は大丈夫です。よかった。これ何度でもできるんだね。覚えとこう。まあ、厳しいわな。一回だけのチャンスだったら。さあ、ということで、新エリアに向かってみようかなと思います。いよいよだね。でも、お金がそんなにないので、できるだけの情報を集めた上で帰りたいところではありますね。
まあおそらくこのエリアにも誰かしらいるんだろうね。誰かしらというか、まあ残り一人というか。やはりいたよ。君が噂のハンサム君。どうもどうも。岩田先生ってわけですね。もしかして愛の筆を欲しいというのね。欲しいです。UFO の存在を信じてないからよ。そもそも俺は信じるか信じないかっていうのも問われたことないんだけど。なるほどね。 UFO を発見するとかそういうことにつながるのかな。またすごいね、音楽いいね。ここは、お、セーブできる。できない。できないわ。まあ、とりあえず探索してみましょうか。うわー。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとこれ見たら手洗おうて。あれ？いなくね？ってことは今俺がどつかれたこの人なんだね、地球人は。とりあえずこのくらいの時間帯に出てるんだね。ちょっと様子見ておこうか。やっぱいいです。これは何だろうね。無人の野菜売り場か。無料菜園。俺なんか持ってなかったっけ、そういえば。そうそうそう、この馬野菜の種を買ってみたんですよ。もしかして？おお。あ、早い。うまなす。え、一個しか手に入らないのかな。とりあえず取っとこう、このうまなすは。何か使えるかもしれない。まあ、こういう壁際とかなんかあったところで基本運ぴくんだもんな。危険登るな。やべえな、ダメージ受けそうだな。ちょっと後にしておこうか。あ、なんかあるね。大根があるよ、あそこに。これは？お、ランランベンダー。ラベンダーって感じだね。大根あるね。大根はちょっと、取りたいな。大丈夫かな。極上の大根。いいんじゃないんです。うわ、登れるんだな。すげえ気になるけど、割とな、ここのエリアに来ると30ダメージとか普通にありそうな気がして怖いんだけど。ちょっと探索優先で行かせてください。いろいろね、地球人のこともできる限りは見ておきたいからね。あの上に現れる宇宙人とかいたらやばいけどね。時計の修理。そういえばですね、あの家にある目覚まし時計が壊れてて、お父さんがね、言ってたんだよね。このなんか時計修理が趣味の友達はいないのかねっていう。もしかすると、このお方かな。ちょっと早めに。早めに注意しておきたいね。何か攻略のヒントにつながりそうな、ワンポイントになりそうなお方のような気がする。これは？ん？何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 ？
なんか後ろにあるよね。多分あれは地球人なんだろうね。お、やべ、うかつに近づいてはいけないな。多分ここなんだろうね、今のお方は。ぴよってたな、もったいなかったな、今。反射的にうまく、いけなかったな、いけないものかみたいなところはあったんだけど。難しそうだね。ちょっとヒントだけでももらっておこうか。何かにつながればですが。俺の背中に立つな。で、いいセリフだよね。そうだね。うん、そうですね。でもこれはヒントだね。おそらく。お、ここにもあるよ。結構地球人いるな、ここ。なんとかね、もう、一個レベル上げておきたい感があるからね。あと三人だっけ？20歳。ええー、わかんねえ。ヒントがない。ちょっと勇気いるけど。覗こう。お、よかった。ティーポットだ。これは売ろう。ぜひとも。このダッシュもね、うまく使っていきたいところではあるよね。そろそろ探索できたかな。お、ここにもあるよ。めっちゃあるね。で、ボンドン寺のところにも一人いるんだよね、まだ地中人。チューしていない地球人が。そういえばさ、あのお寺のところにいた。温めてほしい。風邪ひいたのかしら。まあ、とりあえず夜型っぽいね。なんか夜行性っぽいね。入れる？ノック？へぇー。あ、出ちゃった。なんかでもこの家の主が帰ってきたらやばそうなんだけど、このタイミングで。これだけかな？これだけっぽいね。わかんないけど。まだなんか、大雑把に、大まかに探索をしただけですが、まあ、とりあえず、見れたかな。ちょっと明るくしますか。あ、ここ入れるんだね。なんかある？お？あ、お金が落ちてる。ラッキーラッキー。なるほどね、お金の可能性もあるのか。ちょっとこれはちょっといろいろとかけてみたいところはあるけど。お、なんだ、今ちょっと見えながらちょっと、丸ボタン押しちゃった。星の種？なんだろうね、これ。え、いらないアイテムなくね？うわー、でもこれ、ランランベンダー。でもこれいつも取れそうな感じするからね。ちょっと一旦ちょっとこれは、っていうことにしましょう。お？出てきよったぞ。さあ、俺は戻ってきたよ。おそらくこの方だよね。
この、への手紙ってさ。はい、違う?でも向いた。うん。合ってたっぽいね。元気でやっていますか?私たちは、あなたがいた頃と変わらない毎日を送っています。ちょっぴり退屈だけど、かといって特別に辛いこともなく、淡々とした日々ですが、これもありかなと思い、毎日現場に通っています。ところで、あなたの目の前にいる方ですが、はい、へのへの工場にいて、そこまで書いてくれたんだね。すげえな、そこまで書いてただなんて。よくわかりませんが、多分いい人だ。まあ、わからんわな。うん、一回しか喋ってないもんね。はい。多分いい人ですよ。おお認められた。認めてくれた。俺のことを。しかしまあ、癖の強いキス顔ですね。だいぶ慣れたけどね。というわけで、19回目のチューでございます。ありがとう。ありがとう。で、ランダムじゃなかったらここに80銭があるので、これだけちょっと解消していきましょう。そういえばさ、ここ入ってなかったよね。入りましょうか。おそらくあとは、あ、もしかして寝れる、ここで。ん、日記、畑仕事には絶好の天気だ。工場の奴らはどうしているんだろう。毎日働いてるんだろうか。少なくとも私にとっては休んでる暇はない。季節は私を待ってくれないのだ。使えるわけではないんだね。多分、カッカシさんと、チューをすることができた。でも、チューは関係ないか。手紙渡すことができたので、これでもう一回、工場の方で、それをお伝えすれば、連絡すれば、何かが、進展があるんじゃないかなーなんて思うんだけど。お!いらっしゃる。出てきた。やばい、追い詰められてる、追い詰められてる、やばい。ん?なんか近づくと遠ざかっていっちゃうぞ、勝手に。あ、わかった、わかった。なんとなくわかった。これ乗せればいいんじゃない?よし。なるほどね。そのための鎌だったんだね、これは。で、何か変化は?お、いける。よーし、お見事ですよ。あと一中したいですね。一中ってなんだろう。あと一個、誰か一人と中をしたいですね。そうすればレベルが一個上がるよね。32も体力あるよなんて思ってた時代が懐かしいですね。って言ってもなんかもう、それもそんな遠くないような気がするんだけど。
どうもどうも。いやー、よかったよかった。なんとか攻略できた。お金は500か、すごいね。で、できることなら、スナイパーさん攻略しておきたいんですよね。時計の修理が趣味ということなんで、やっぱりこれはワンポイントにつながると予想しております。